第1レース第4コースは去年の優勝チーム磯風総遊会、第2コースはリベンジを狙うおととし優勝の友崎。準決勝進出は上位2チーム、それ以下のチームはタイムの早い順に準決勝進出が決まります。第1レースから熱い戦いが期待されます。スタートしてドルフィン桟橋、赤と白、市松模様の発送機が用意されています。この旗が上がって振り下ろされるとレーススタートです。旗が上がりました。長崎ケイロン選手権大会一般対抗レース予選第1レースがスタートしました。手前から1位の選手、フライングだったな。前半は6キロ、今年のチャンピオン友崎、真ん中がカーキのシャツ、3が黄色のコンが磯風総遊会、1番目が赤のシャツ長野町です。兵庫県ケイロンチャンピオンチーム、そして2点リングチャンピオンの磯風総遊会、さてここでフライングでスラッグの判定がありました。選手の皆さんはレースをやめてください。選手の皆さんはレースをやめてください。フライングがありました。レース中止です。フライングがありました。レース中止です。フライングがありました。レース中止です。選手の皆さんは国語をやめてください。第1レース、フライングがありました。中止です。スタートのやり直しです。スタートのやり直しという状況になります。早い本番やもん、あの船が予選第1レース、スタートのやり直しということになりました。もう一度各チームはスタートして戻ってください。平成30年の長崎ケイロン選手権大会予選第1レーススタートしました。素晴らしいスタートを各チーム切りましたが、フライングがあったということでスタートのやり直しです。フライングだったか今操作はダメじゃん。もっと早く飛べるもういい。もう1秒でも早く出ようね。こんなことで出ろ。買い物のものはもう関係ないけどね。もう1秒でも早く。最高レース予選第1レースはスタートのやり直しです。改めて各チームをご紹介しましょう。手前から黒のシャツ森チーム、第1コースです。手前が第1コース、そして第2コースがやはり黒のシャツ、一昨年のチャンピオン友崎、去年は準決勝敗退、非常に悔しい思いをしました。真ん中を走るのがカーキ色のシャツの三和です。カヤキ、タメシ、河原、三地区の合同チームの三和。第4コースが兵庫県のチャンピオンチーム、磯風総遊会。去年優勝、今年はもちろん2連覇を狙っています。そして一番奥が長与町です。こちらは赤のシャツ。OB や新人15人が入って、チームワークは今年が一番奥という長与町が第5コース、赤のシャツです。この5艇で争います。予選レースの上位2チームが準決勝に出場、3位以下は全予選レースのタイム順で準決勝進出が決まります。各チームの準備が終わるまでもうしばらくお待ちください。我慢してやるよ。 Oh, 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 oh